IG ファルベンインドストリー、IG ファルベンインドストリー、EG ファルベンインドストリー、インテリッセン、ゲマインシャフトファーベンインダストリー AG は、戦艦機ドイツの化学産業トラストである。略称は IG ファルベン、ブナを大量生産したヒルス社を設立し、デュポンやインペリアルケミカルインダストリーズと協定する関係にあった。 独占解消のため解体された。ヒュルスは1998年、デグサトが合併した。IG ファルベンの生産は1952年に始まり、2012年10月31日までかかった。スイスの IG ケミーが適正資産として疑われた。これが母体の生産にあたり長きにわたり、争点であった。カール・ボッシュは IG ファルベンと、 アメリカ外事異の重役を兼ねていた。1904年、バーデン・アニリン・ウント・ソーダ工業、フリードリッヒ・バイエル占領会社、バイエル、アニリン・ファブリカチオン、アグファの3社は3社同盟を結成し、同盟関係を形成した。この3社は、第一次世界大戦において、毒ガスの製造を受け負っていた。1916年には3社同盟に加え、ヘキストなど6社が、 ドイツ占領タール利益共同体を形成し、ドイツの科学、占領業界を支配するようになった。敗戦後の1921年、科学物質自体の特許は連合国によって認めないものとされた。1925年、利益共同体の6社は、バスフのカール・ボッシュを社長とし、バイエルの関査役とするトラストが形成された。 12月には社など2社が参加し、を含む9社の大企業が合同した IG、ファルベンインドストリーが誕生した。ロイナベルケ、ロイナ工場はハーバーボッシュ法の実用化を果たした拠点である。1916年にドイツ帝国の資金援助を受けて設立された。第一次世界大戦前の窒素肥料は、チリ小石の輸入とコークスロガスによる複製アンモニアの生産により、 原料が調達されていた。しかし、ハーバーボス手法は、周辺の安い活端を利用することが来た。ハーバーボス手法の特許は戦後賠償として、連合国に接収された。日本においては一時民間企業に上渡されたが、その後政府に返納されている。また、ロイナ工場は、ブナ用紙会社を持っていた。社名には、利益共同体を意味する IG が監視され、 フランクフルトアムマインに本社所在地が置かれ、資本金は11億ライヒスマルクであった。デュースベルクはドイツ工業連盟の会長となり、企業界の大勢とは異なり、バイマル共和制への支持を表明した。8ッパックと親密なマックス・ウォーバーグが監査役となった。主力製品は、染料、合成比較、無機化学製品、窒素、写真製品であり、 スタンダード石油と提携して人造石油の開発にも取り組んだ合弁会社ジャスコ。合衆国が台頭しても IG ファルベンの国際競争力はず抜けていた。IG ファルベンは国際占領カルテルの主役であった詳細が世界強行で輸出に大打撃を受けた。国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党が台頭すると1932年頃からこれに接近し始めた。 ナチ党と経済界の連携を取るために結成されたケプラグループの前身には創設メンバーとして課している。また4カ年計画で実質的な主導者の地位にあったは IG ファルベンの重役だったが後に監査役会長となり、ドイツ経済当局でも要職を歴任、1948年に奴隷化の罪で禁庫6年を言い渡されたが2年で釈放、ヒルスの監査役となった。 4カ年計画長技術者の2割から3割が IG、ファルベンの出身者であった。第二次世界大戦が始まると、積極的に戦争協力を行った。強制収容所での大量虐殺に使われたとされる有毒ガス、チクロンビーは、IG、ファルベンがチクロンビーの製造販売のために設立した企業、デゲッシュ社製である。また、アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所の近郊、 モノビッツニを建設し、隣接する石油プラント、ブナで、収容者を強制労働させた。フランスでは、地元占領工業を実質的に掌握した。科学刑罰の歴史は、国際紛争の火種として現代までくすぶり続けている。科学刑罰とは、スイスの個人銀行家、エドワルト・クロイテルトやヘルマン・シュミッツを参加に収めた。1929年には IG。 ファルベンが IG ケミーとオプション付き配当保証契約を締結した。1934年 IB リーが証言したところによるとアメリカン IG の重役にはエゼルフォードがおり、IB 自身も IG ファルベンのマックス・イルグナーへ予託されていた。スイスは1934年ドイツと1935年イタリアと手形交換協定を結んだ。 これらは二国間の形状決済における実際の外貨交換をほぼ不要にする手形交換制度である。戦時中、ドイツはこの制度をスイス向け支払いの約80%に使った。1940年には、数軸国政府に対して型信用取引を認めた。そして1940年以降、数軸国はスイスで軍需物資を著しく買い増していったである。 1938年11月9日の夜、ドイツでユダヤ人迫害事件が起こり、アメリカで報道された。すると、IG ファルベンと IG ケミーは、両者の資本関係を外観において分離しようと考えた。IG ケミーの監査役会は1939年3月21日の家族会議で、アメリカン IG を適正資産としての差し押さえから、 守る方法について話し合った。シュミッツやメインバンクのクロイテルと一族だけでなく、ゴットフリートケラーやフェリックス・イゼリンも出席した。イゼリンはメタル・ゲゼル・シャフト銀行と改名した。一方では、同年にアメリカン・ IG がジェネラル・アニリン及びアグ・ファーンスコと合併し、ギャフとなった。国際決済銀行のあるバーゼルで、すり合わせの上、IG ・ファルベンは、 ナチドイツ経済省に多段式の複雑な方法を提示した。1940年6月、IG ケミーが年次総会でオプション付き配当保証契約を破棄した。1941年1月、ヘンリー・モーゲン総米財務長官がギャフの主要な重役を解任した。1942年、ギャフ内部で IG ケミーの影響力を排除する動きが活発化した。 開戦当初、まだ、フランス、パリバがノルスクハイドロの過半数を握っていた。1939年から1940年頃、IG ファルベンの子会社メルゼブルクと IG ケミーが、それぞれノルスクハイドロの12.5%を保有していた。ノルスクハイドロも IG ケミー株を保有していた。すなわちノルスクとケミーは互いに配当請求権を持っていた。 ノルウェーが一時ドイツに占領されると相手は中立国スイスのケミーであるので配当の請求が難しくなった。1941年3月22日、IG ファルベン中央財務管理部がノルスクに水面下で指示を出し、ノルウェー銀行で一方的に生産することを明言せよというのである。1939から1940年度分において、 ノルスクはケミーに配当金60万スイスフランの支払い義務があったが、およそ同額の配当請求権持った。スイスにはノルスクに配当請求権を持つ債権者が他にもたくさんいたので、ケミーがスイスの規定通りに手形交換を行うと民事訴訟が提起される危険があった。さて指示を受けた、ノルスクはケミーから生産の打診があったなどと、 ノルウェー銀行に口走ってしまった。1941年4月14日、IG ファルベンのバ・エム博士が、ノルスクへ次のように打電した。古社が、ノルウェー銀行に対して言った1941年3月26日付の申請の件は、こういう形で、IG ケミーやスイス当局に知られてはなりません。そして18日、ノルスクは IG、ファルベンから、 航空便を受け取った。スイスの規定により、ケミーから提案ができるはずもなく、できるのは、ノルスクからだけだという趣旨であった。そして生産を申請する電報の文面までが、同封されていたのである。バッフェムと IG ケミーが、バーゼルで決めた内容そのまま、ノルスク分の配当金は、ケミーに対する債務の利息返済に充てられ、またケミーは、ノルスクの投資に際して、 新株引受け券と借入金で引受、け、ノルウェーの銀行から調達したその借入金をケミーが保有するノルスク株の配当益を充当して返済した。1940年までスイスからドイツへの電力喪失量は発電量に対する割合においても輸出の絶対量においても増加した。主な買い手はスイス企業がドイツ南部に設立していた。 子会社である。例えばロンツァは1社だけで、1938年から1944年までに、スイスからドイツへ輸出された電力の34%を消費している。残りの電力は、ドイツの大手エネルギー会社、すなわち、RWE とバーデンベルク、1999年、EDF が買収に送られ、そこから最終的に、AEG のロンツァグループだけで、 スイスからドイツの電力供給の50%以上を消費していた。バルツフートとライン川沿岸地域は、ベグサと IG、ファルベンも進出していたので、全体でスイスからの輸出電力の80の90%を消費していた。1942年スイス手形交換所がケミーを調べてスイス企業らしいと結論した。 しかしこれは1945から1946年のレース報告によって後半に反売された。この報告はスイス政府により直ちに極秘指定され、内容が大幅に切り詰められ、粉飾された要約版だけが関係役所に配布された。1945年秋、交換所のアルベルトレースが包括監査チームの責任者となった。 10月初めまでにマックスプチピエールに解消した。インターハンデルの経営陣は警察と組んで調査を妨害した。レース調査の進行中、インターハンデルはノルウェーに適正企業と宣告された。ノルウェーはインターハンデルの保有するノルスク株についてその取引と将来の配当金支払いを停止した。スイスは対抗して1949年に ノルスク保有のケミー株を取引停止にした。1950年春に歩み寄りが起こり、1951年までに両者は相互に株を買い戻した。レースの改装によれば、監査序盤のある日、クロイテルトの義兄弟、アウグスト・ゲルマンがレースを迎え入れ、独断でケミーの金庫をすべて開けて閲覧させた。レースは全書類に目を通して重要そうなものを抜き出し、 それらを別の金庫に入れて鍵も預かった。翌日に本格的な調査のため再び出向くと、イゼリンとシュトルゼネガーも来ていた。彼らは書類を取り分けた金庫の会場と調査の継続を拒んだ。レースが弁護士を呼んで経緯を説明すると、イゼリンがアウグストに腹を立てた。調査を再開したレースは2から300ページの報告書をまとめて、インターハンデルのスイスカは、 見せかけだったと結論した。1947年レースは、手形交換書を退職、やがて、チューリヒのインテルナ信託会社の社長兼会長となった。1947年、連合国軍によって IG ファルベンの役職員23人が、戦争犯罪の権威で起訴され、翌1948年、クラウフーをはじめとする13人に、有罪判決が下された。 最高刑は、懲役8年であり、死刑となったものは存在せず、全員が刑期満了前に釈放された。これはドイツ産業界を攻撃するのは国益を損なうという合衆国の判断によるものであった。連合軍軍政権にあって、IG ファルベン国内工場の処遇は、英米フッツソ閣管轄に委ねられた。この点、 アメリカのモーゲン総財務長官らは IG ファルベンの完全な解体を主張したが、ドイツの産業を復興させようとする国務省と国防省によって反対された。結果、IG ファルベン自体は解体されるものの、その解体はドイツ人の専門委員会によって、経済的な規範によって行われるという方針が取られることとなった。具体的には IG ファルベン裁判の判決が出された。 直後1948年8月5日、英米占領地区の合同管理理事会のもとに、IG ファルベン合同管理課と合同占領地区、IG ファルベン分散パネルが設置された。管理課は連合国管理機構の一部であって、軍政府職員で構成された。パネルは、管理課の監督課に置かれ、ドイツ人専門家で構成されようとしていた。人選を議題として8月下旬から9月上旬に、 かけて、数回のドイツ側会合が模様された。出席者に、バイエルのウルリヒ・ハーバーランと、ゼンアイグ取締役会長、ヘルマン・ビューヒャーなどがいた。管理課が専人の務まらないアプスト・ミュラーを、寄避、12月ビューヒャーを筆頭にパネラーを決定した。1951年、IG ・ファルベンは、正式に解散した。しかし、 これは IG ファルベン自身が1940年に決めた再組織プランに基づいた内容だった。ソ連占領地区、後の東ドイツの工場は人民公社に改祖されるか、戦時賠償として摂収された。フランスも摂収などの厳しい措置を取った。アメリカ・イギリス・フランス各占領地区では、翌1952年にはバイエル、ヘキスト、バスフ、 アグフアなどの12社に分割されたが、やがてバイエル、ヘキスとバスフの3社によって吸収されていった。IG ファルベン本体の業務自体は IG ファルベン、生産会社に引き継がれた。批判的株主と呼ばれるグループは、戦時中の保証は、後継会社であるバイエル、ヘキスとバスフの3社が行うべきと主張しているが、3社は IG ファルベンの後継会社ではなく新企業であるため、 保証義務はないと主張しており、保証を求める訴えには応じていない。争点の行方はともかく、三者は要所で連携し、朝鮮特需で利益を上げ、その後はドイツ銀行の他に、コメルツ銀行やドレスナー銀行をメインバンクとし、合理化と配当を実現し、アメリカ独占資本の計算で戦前に勝る成長を遂げたのである。 IG ファルベンの生産は1952年に始まったが、その前後でギャフ資産をめぐる駆け引きが展開された。1948年10月21日、インターハンデルがギャフ資産の返還を求めて、アメリカの裁判所に訴えたが、証拠は提出しなかった。スイス連邦評議会は、シュトルツェンエカー銀行にある最重要書類の引き渡しを禁止していた。 1949年には、評議会が同行にある証拠書類を差し押さえた。ギャフ問題は、在米スイス資産の返還要求について、総務的に規定したワシントン協定の対象外であった。インターハンデルは、シュミッツ家も動員して、ギャフ資産を確保しようとした。1949年3月4日と12月21日、アメリカの県事長が所得税等。 1929から1933年分を求めて反訴した。両国は対立。インターハンデルの訴えは1953年と1956年に棄却された。1957年、合衆国最高裁判所は、ギャフ資産が適正資産であり、アメリカ政府の資産であると判断、審理を地区裁判所に差し戻した。同年、 スイス連邦評議会は仲裁と和解を求める訴訟を提起するため国際司法裁判所に問い合わせた。1959年3月国際司法裁判所は米最高裁で最終判決が下るまでは応じられないと回答した。1962年アルフレート・シェーファーがスタニスワフ・ラジビュー公爵を主幹事とするコンソーシアムに売却された。 売上金の分配は次のようになされた。まず、アメリカ政府が接収前から保有していた11%分を当然に米政府のものとした。残り89%分をアメリカとインターハンデルの間で当分するが、先立ってインターハンデルが米政府へ税金、配当金として2400万ドルを支払っておくものとされた。1967年。 スイスユニオン銀行はインターハンデルを吸収合併した。以降マルクの相場が上昇し、バイエル、ヘキスト、バスフの三社は急成長した。原動力の一例として、ミューチュアルファンドが特筆される。1956年、投資管理会社 MBH が設立され、同年同社はコンセントラというミューチュアルファンドを立ち上げたが、保有名柄は RWE、シーメンス、 ダイムラー、バスフ、ヘキスト、バイエル、ドイツ銀行、ドレスナー銀行といった国内大手産業であった。1978年、ジョセフボーキンを出版したが、翌年ウォーターゲート事件について執筆中に他界した。1982年10月、IG ファルベン生産会社が株主保護のために株主協会を設立した。同年に生産会社は、 インターハンデルの資産を目的として、スイスユニオン銀行をフランクフルトの裁判所に提訴した。1984年5月23日、フランクフルト地方裁判所は、ドイツの主権を回復させた1954年10月23日の条約を根拠として、生産会社の請求を退けた。他の請求権についてもスイス法では事項であるとした。 生産会社は事項を争って控訴したが、フランクフルト上級地方裁判所はそれを棄却した。裁判官は、レース報告の改定版における客職を認定しながらも、客職依然の事実を示すであろう、重要書類を証拠として採用しなかった。生産会社は最高裁へ上告した。最高裁は1954年条約が、訴えの利益を否定できないとして、 1986年11月17日に下級審へ差し戻した。1988年3月22日、フランクフルト上級裁判所は事故を理由に訴えを帰却した。IG ファルベントケミーの間における信託契約の痕跡が何も立証されなかったというのである。加えて判決文にはことによるとインターハンデルは米国に負担をかけてギャフ氏さんから 不当な利益を得たことになるとも書かれていた。12月20日、最高裁が上告を認めずに生産会社の請求を棄却した。2004年11月11日、生産会社は破産申請した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。